優勝に向け絶対に負けられない立命と、立道戦3年ぶりの勝ち点を奪いたい同志社、お互いのプライドがぶつかり合う令和最初の立道戦。立命は初回ランナーを置き、3番橋本のタイムリースリーベースで先制します。直後に同点とされますが、3回チャンスを作り、再び橋本のタイムリーで勝ち越しに成功。その後大本、桃田のタイムリーなどがあり、この回一挙4点を奪い、同志社を突き放します。一方の同志社も2点差として迎えた5回、キャプテン杉内のタイムリーで1点差に詰め寄ります。しかしその後はプロ注目のエース坂本が三振の山を築きます。8つ目、9つ目、そしてこれが今日10個目となる三振。結局9イニング誰にもマウンドを譲ることなく、154球の熱投で立道戦第1ラウンドを制しました。翌日の2回戦は立命が勝てば優勝が決まる大一番。その立命は初回1番渡辺の好走塁で1点を先制します。立命のマウンドには防御率3位の有村が上がります。試合前、優勝が決まるマウンドに自分が立っていたいと話していた通りのピッチングで、6回までヒットわずか1本に抑えます。しかし7回、好投を続けてきた有村が突如捕まり同点とされます。その裏、立道戦絶好調の橋本のタイムリーで勝ち越しますが、8回、同志社2番工藤にしぶとくタイムリーを打たれ、試合は延長戦に突入します。延長に入ると立命はブルペンエース糸井、同志社は昨日先発の高橋が気迫のピッチングでお互い譲りません。日が沈み始め、試合時間が4時間に近づいた延長12回裏の立命の攻撃。ワンアウト1塁からショートゴロを名手杉内がまさかの悪送球。その後満塁となり、代打大杉がフォアボールを選び、令和最初の立道戦が幕を閉じました。立命は2シーズンぶり39回目の優勝を決めると同時に、2年連続全日本大学野球選手権への切符を手にしました。これ目指してやってきたので、率直に達成できて嬉しいです。自己成績に関しては全く満足いってないんですけど、まあ、チームが優勝したので50点です。来シーズンも、ここで優勝かかったバチバチの試合をしたいと思っているので、もちろんそれの試合がリーグ戦、僕たちにとっては最後のシーズンになるので、もちろん本当に今回みたいに盛り上がった素晴らしい立道戦にしたいと思ってます。そうですね、もう新チーム始まってからずっと優勝っていうのを目標にしてやってきたんで、それが達成できてまずはほっとしてます。そうですね、個人的にはやっぱり自分が投げる試合は全部自分が投げ切って勝つという目標を設定してたんで、まあ、それが達成できなかったんで、まあ、満点はつけられないんですけど、ある程度、まあ、チームの優勝に貢献できたかなと思うんで、まあ、70点ぐらいですか、はい。そうですね、やっぱり、まあ、春もこれだけ、まあ、周りの人たちが、まあ、応援なりいろいろ盛り上げてもらって、まあ、すごく選手としても、まあ、気持ちのいい立道戦になったんで、まあ、秋も、まあ、今回2立てできたんで、秋も2連勝で同志社を倒せるように、はい、頑張りたいと思います。そうですね、もう賞とかっていうのは、まあそうですね、やってきた結果が、まあ、形として現れるのですごい嬉しいことですし、まあ、今回、まあ、受賞できたっていうのは、まあ、自信にして、はい、これからも頑張っていきたいなと思います。